東海ウォーカーの ST ウォーカー内でアプリを紹介している水野です。高木です。それにしても水野さん、この iPhone ケースは。そうなんですよ。これもキティちゃんで、このストラップも実はキティちゃん で、実はこのケースもキティちゃんなんです。大好きですね。大好きなんです、キティちゃんが。はい、というわけで、はい、今回紹介するのはとても可愛いアプリなんですけど、はい、こちらのチャットペットというアプリになります。はい、早速紹介していきたいと思います。お願いします。はい、これはですね、はい、iPhone とかでメール打ってると、はい、どうしても絵文字とか顔文字とかちょっと面倒くさかったりとかすると、なんかこう冷たいメールになっちゃったりするじゃないですか。ですね、言われたことあります。あ、ですよね。で、なんかそういうメールをちょっと少なくしようというアプリなんですけど、例えばこう今ちょっと4つのキャラクターが見えると思うんですけど、はい、私のお気に入りはこのタヌキなんですけど、タヌキちゃん、ちょっとこうしてみると、こういっぱいこうタヌキの、ここ見えますかね、タヌキの種類がいっぱいあるんですね。これ今笑ってるタヌキがいっぱいいるんですけど、うんうん、ここで怒ってるタヌキを選んだり、泣いてるタヌキをこっち選んだり、あとは、まあ、ちょっといろんな動きしてるタヌキが選べたりするんですけど、たくさん種類ありますね。そうなんですよ。これがこう、まあ、いろんなキャラクターで、これ犬、これ犬ですか、これ多分犬ですとか猫とか、あとこうひよことかもいろんな種類があるんです。で、こういうのに例えばこうタヌキの好きな絵を選んで、うんうん、でここタップすると、ここタップすると文字が入れれるんですね。何でもいいんですけど、じゃあちょっと、こんにちは、なんか字体も可愛いですね、すごい、うん、ですよね。結構こんにちはっていう何気ない文章なんですけど、うんうん、これをこれでメールすると、ここを押すとこうメールで送ったり、あと写真のアルバムに保存ができたりします。でこうメールで送信にすると、はい、こう実際にこう送ってみますね、はい、これで送ったとすると、こう普通の携帯とかでも全然見れちゃうんですけど、こうやってわー、可愛いメールが相手に届くんです。可愛い、すごい、女の子好きそうですね。ですよね。何気ないちょっとした、メールでもとっても可愛く楽しいメールになるんじゃないかなと思います。うん、ぜひ友達同士で使ってみてください。